現在の広島高速交通アストラムラインとも中央駅付近で、1991年3月14日、鋼鉄製の橋桁が 10M 下の道路に落下する事故が発生した。橋桁の大きさは、なんと長さ 63M、幅 1.7M、厚さ 2M、重さ60トンという巨大なものである。事故の原因は人為的なミス。 平行する県道下り線を赤信号で停車していた乗用車など11台を直撃し、作業員5人と乗用車に乗車していた9人の計14人が死亡、9人が重軽傷を負った重傷1名は、後に事故による死亡と認定。60トンの橋桁の直撃を受けた乗用車の中には、高さ50センチメートルほどにまで圧縮されたものもあり、また、 火災によって炎に包まれたものもあった事故のおよそ2時間後に被害者らは救出されたが9人の死者の全員がほぼ即死の状態であった事故の起きた場所はかつて墓地だったマノレール工事は墓を動かして進められていたものだったということを 地元住民はよく知っていた。その動かされた墓に入っていた人数と、犠牲となった死亡者の人数がぴったり一致しているという。男女の人数も一致するほか、去年も亡くなった方々とぴったりと合致しているらしい。そのため、地元では、お墓を動かしたたたりではないかという噂が立った。こんな話もある。その時間帯、いつもなら、 幼稚園のバスがここを通るはずだった。しかし、園児の誰かがおしっこしたい。どうしてもしたいというので、ほんの少しの時間バスを止めることになった。そのわずかな時間差で事故に遭わずに済んだものの、おしっこしたいと言ってバスを止めた幼稚園児を、誰一人としてはっきりとは思い出せなかった。なんとか一人の園児の名前が挙がったが、その子は、その日、 で休んでいたただった一体バスは誰の声で止まったのだろうか悲惨な事故から20年以上が経ち現場にひっそりと佇む慰霊碑だけが事故の名残を残しているこういう悲惨な事故が墓地移設といったことが原因となったとは思えないがこのような噂が起こるということは今の我々は 前世に生きた先祖の血を引き今を生きている墓地は当然だが先祖を敬う気持ちが薄れたたりが起こったと噂が立つということは墓を移動した際皆の心に先祖を大事にしていないという後ろめたい気持ちがあったため噂になったのだと思います太古の昔からたたりはそう思う人間の心にある後ろめたい心が作り出したもので 神社を作ったのだ。慰霊碑だけでは語り伝えることはできないと思います。